皆さんこんにちは、鈴由美です。キラーンシャキーン。はい、今日の動画はプルダックポックンミョンとレッドホットチキンを用意したので、これで宅飲みしていきたいと思います。おはい、こんな感じで作ってまいりました。プルダックポックンミョンは 1.5 人前ぐらいかな、 1.5 袋で、レッドホットチキンはオーブントースターで温めたらちょっと焦げちゃいました。ちなみにレッドホットチキンは1つ270円単品で3ピース買ってきました。それではこの私の大好きな組み合わせで早速乾杯していきたいと思います。楽しみ。今日はグリーンラベルと、あと最近ハマってる氷結の無糖レモン 7% を飲みたいと思います。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様です。乾杯。休館日明けだし、お腹もめちゃくちゃ空かせました。いただきます。いきなりだけどプルダックからいっちゃおう。相変わらずめちゃくちゃうまい。とにかくうまくて辛くて麺がもちもち。口の中ヒリヒリするけど、スタンダードなプルダックだったらもうね、美味しい辛さ。成長した、本当に。なんかもうレッドホットチキンは年に2回が定番になってきたみたいだね。たまらん。これは多分胸の部分かな？結構骨がいっぱいあるんだよね。幸せだ。たまにね、撮影してんの忘れちゃうぐらい黙々と食べちゃう時があるんだよね。この氷結無糖レモン、結構飲んでる人も多いと思うんだけど、焼酎ハイボール飲みすぎて
飽きちゃった時はこれ飲んだりしてる。無糖だから糖質ゼロっていうわけではないんだけど、すごい飲みやすい、甘くなくて。普通のプルダックがこのぐらい美味しく食べれるんだったら、もっと辛さを強烈に味わいたいっていうなら、今度から2倍食べたらいいのかな。2倍になったら息なし痛くなる気がするんだよな。プルダックで口の中がヒーヒーしてるから、レッドホットチキンも激辛みたいに感じる。持ち帰りしてきてちょっと冷めちゃったチキンは絶対オーブントースターでちょっと温めた方がいい。断然に美味しいと思う。カリカリ感も復活するし、ちょっと香ばしくなって。最近ね、食べ物を美味しく食べるためなら、ちょっとした面倒くさい手間とかも惜しまないようにしてる。ようにしてるっていうか、美味しく食べれるなら惜しみたくない。あとはプルダックだけ。最後の一口いただきます。いやー、今日も大満足。口の中ヒリヒリしてるけど、今日も美味しいお酒と食べ物に感謝です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はレッドホットチキンとプルダックポックンミョンという大好きな組み合わせでお酒を飲んでみました。我が家もこたつ出したり、ストーブつけたり、エアコン暖房にしたり、いよいよ冬本番だなっていう感じがしております。毎年恒例の冬とは違って、今年はコロナのことも気にしなきゃいけないから、ちょっと堅苦しい冬にはなるかもしれないですけど、皆さんそれぞれ楽しみを見つけてこの冬も過ごしていきましょう。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。鈴由美でした。バイバイ。石焼きも、お芋も。